おい、皆さんこんにちは。小坂でございます。今日もホラーノベル読んでいこうと思います。白いプリンターっていう作品なんですけれどもね、いやー、どこからかこれね、拾ってきたみたいなんですよね。いや、誰かのプリンターから何が印刷されるかって結構怖いんじゃないかなと思ってるんですけれども、このなんかシンプルな感じのね、イントロもいいですよね。さあ、印刷を始めていきましょう。おお、結構音がでかい。すごい凝ってる。この物語はフィクションです。この春、新社会人になり、マンションで一人暮らしを始めた僕は、ある問題に直面していた。さあ、すごい綺麗なお部屋だな。新社会人、マンションで一人暮らし。すごいレイアウトのセンスがある。男性かな？僕だから男性だね。センスありますね。今までのバイトとは違い、まとまった給料をもたれたのが嬉しくて、後先考えず、つい散財してしまったのだ。給料日まであと1週間だというのに、財布には2000円しか残っていない。まあありますけどね、結構ね。貯金を下ろそうにも、残高が3桁まで減った通帳を見て顔面蒼白になるのはこれでもう2ヶ月連続だ。まあでもさ、最初に社会人になった時って、なんだろう、飲み会が結構多くないですか？だからなんだろうな、自分の物入りでいろいろ物買ったりもあるけど、結構こう飲み代がかさんでずっと金欠だったような気はしないのもないですね。特別に高価なものを買って遊んでいるというわけではない。多分一番のネックは食費だ。あ、そうなんだね。僕は自分で料理をしないため、外食費やコンビニの弁当代が積み重なり、トータルで考えると思った以上に食費がかさんでいた。自炊しないタイプの男性なんですね。やっぱり自炊するしかないか。観念するように僕は一人つぶやく。ネットで調べた一人暮らしの先輩方の知恵によると、自分で食材を買って料理をすることで意外と生活費が節約できるらしいのだ。結構変わりますよ。結構ね、私大学の時にね、友達が男性陣がパスタ部っていうのをね、結成してまして、とりあえずパスタとソースがあればなんとかなるっていうのでね、だいぶね乗り切ってましたけど、まあ栄養価はどうかわかんないですけどね。包丁など学校の調理実習でしか握ったことのない僕にとっては、自炊はハードルが高いように思われるが、今インターネットで検索すれば、僕のような料理初心者でも簡単に作れる料理のレシピが惜しみなく公開されている。なんか季節として昨日ね、読んだ隣のもね、学生さんがねレシピ検索して料理に励んでましたが、なんかそういうタイミングなんですかね、やっぱりね、一人暮らしっていうのはね。便利な時代に生まれた喜びをかみしめながら、僕は目の前に置かれた白くて四角い機械から伸びる電源プラグを握りしめた。あ、レシピ印刷しようとしてんのかな。白いプリンター、これがあれば僕がネットで集めたレシピを印刷できる。先日スマホ画面でレシピを見ながら料理に挑戦してみたのだが、慣れない僕は料理中に手が滑ってスマホを鍋の中に落としてしまう。やばい、危ない。初めて給料で買った最新機種のスマホを危うく壊してしまうところだった。それに紙一枚にレシピが収められた紙媒体なら、料理で手が汚れるたびに毎回拭いてスマホ画面をタップし手順を確認する面倒もないだろう。もうそれすらめんどくさくなって普通にやってるね、人が通りますよ。いやでも確かに昔は印刷してた。よく、なんだろう、鉄板レシピというか、自分がよく使うものはもう見るのが早いだろうっていうので、もう記録としてね、でファイルにしてましたね。懐かしいな。結局ファイルするとね、めんどくさいから、1枚ペラのねクリアファイルみたいなのに入れてね、よく見てたりしましたね。コンセントにプリンターのプラグを押し、確か電源スイッチを押すと、少しの間を置いて緑色の電源ランプが点灯した。続けてプリンターの内部から聞こえる短い起動音。やった、動いた。内心僕はほっと胸をなで下ろす。実はこの白いプリンターは、僕の住むマンションの敷地内に放置されているのを見つけ、ついさっき部屋に持ち帰ってきたものなのだ。数日前に見つけた時は粗大ゴミを勝手に捨てるなんて、
と近所迷惑な気持ちで横目に通り過ぎたのだが、このタイミングで家にあるプリンターが壊れていたことに気づいたのはラッキーだった。意外とすぐ壊れるんですよね。うん、プリンター本体がね、安い代わりに結構ね、インク代で儲けてますからね。なので意外と外装はね、現金なのが少ないのかなって思ったりした時期もありましたね。今はどうなのかな。何しろ生活費を節約すると心に決めた今の僕には、レシピのためとはいえ新品のプリンターを買う余裕なんてない。早速試しにレシピのページを開いて印刷ボタンを押してみる。おお、クックパッド的なやつこんな感じだったんですね。確かに大手料理投稿サイトのレシピを印刷した紙がプリンターの排出トレイからスムーズに滑り出る。結構レシピのところだけはいるんだけど、URL だけ載ってるなんかね、白紙の紙が1枚出てきて、あ、もったいないみたいなことをよくやりますよねプリンターを動かすには専用のドライバーが必要かもしれないと思っていたため、少し拍子抜けしたのもつかの間、プリントアウトされた写真を見て僕は自分の目を疑った。まるで写真のような鮮明さ。モニター画面よりもさらに発色が良く、プリントアウトしたレシピに載るとんかつの写真からは揚げたてサクサクの衣やジューシーな肉汁の匂いすら感じられるほどである。とても捨てられていたプリンターから出力されたとは思えない高品質な出来栄えだ。世の中にはもったいないことをする人がいるもんだな。まだ問題なく使えるものを前の持ち主はどうして捨てたのかはわからないが、この白いプリンターは僕がありがたく活用させてもらうことにしよう。僕はあらかじめ料理サイトをめぐってピックアップしておいたレシピを十数枚ほどプリントアウトしてみることにした。幸運にも OS に標準でついている印刷機能が使用できたため、複数登録すれば連続でプリントができる印刷ジョブ機能を利用し、気に入ったレシピを片っ端から放り込む。結構やる気ですね。いきなりそんなにいけるかい。プリンターは紙詰まりを起こすこともなく快調に稼働を続けた。よし、このくらいでいいかな。パソコンのモニター画面に映る印刷予約のデータが空になったことを確認し、僕は印刷されたレシピの束を手に取る。印刷の出来栄えに満足して一枚一枚確認しながらめくっていると、ん？なんだこれ。ふと違和感を感じ、僕はその手を止めた。印刷したものの中に料理のレシピではないものが一枚混じっている。それは整然と並んだ風景写真の数々だった。何の変哲もない青空や田舎道、都会の雑踏、そのまま広告に使用できそうなうまいアングルや高価なカメラでしか撮れないような超近接撮影写真を見ると、撮影者はプロのカメラマンかもしれない。写真の下に羅列された数字のファイル名以外の文字は一切なく、印刷用紙にはサイトのタイトルや URL も表示されていない。まるで画像フォルダの中身をそのまま印刷したような感じだ。なんかあれですね、初めに標準で入ってる画像みたいな感じのね、理想ですね。僕も気に入った写真を見つけると画像フォルダに保存しているが、これらの画像は僕が保存したものではないことだけは確かだった。原因を探ろうとした僕の思考は自分自身の大きなあくびによって遮られた。頭を上げて壁掛け時計を見るともう日付が変わっている。夢中になってやってたのかな。まあいいか、それより明日も早いし今夜はもう寝よう。僕は慣れた手つきでパソコンをシャットダウンし、倒れ込むようにベッドへ向かった。深く考えても仕方ない。ネットサーフィンのついでにレシピを探していたので、大方自分で気づかないうちに関係ないサイトをうっかりピックアップしてしまったのだろう。まあありそうな感じではありますけどね。それからというもの、仕事から帰った僕は印刷したレシピを見て自炊するという当初の目的を忘れ、ネットでさらにレシピを探してはプリンターで印刷するという作業を毎晩繰り返していたレシピ本が作れちゃうね。そんなに作りたいね料理あったかしら。どうやら僕はレシピを印刷しただけで作った気になってしまうらしい。ありますね、それはね。物買っただけでね、それをやった気になっちゃうとかね、結構あるあるではあるかな。
料理初心者の自分が作れるか甚だ疑問なレシピでも美味しそうな料理を見つけると条件反射のように指がプリンターの印刷ボタンを押していた。結構紙代とかインク代高いよ、大丈夫？あの数千円しかないお財布が。それにしてもこのプリンターは本当に優秀だ。拾った当初は捨てられていた中古品だし文字さえ読めればいいという程度の感覚だったのだが、こうも画質が綺麗だと他にもいろいろと印刷したくなってくる。そうだ、岬をプリントして部屋に飾ろう。僕はこの白いプリンターでお気に入りのアイドルの画像を印刷することにした。あれ、昨日読んだサウンドノベルの子もこんな感じの名前じゃなかったっけ？ミオちゃんだすごい、なんかいろいろなんか既視感がありますね。椅子に座り直し、ブックマークの一番上に置いてあるサイトをクリックすると、太陽のように眩しい笑顔の女の子が今日も僕を迎えてくれた。可愛いですね。七島美咲、5人組アイドルグループに所属していたが、今年の春大学卒業を機にソロデビューした正統派人気アイドルだ。もともと僕はアイドルになんて興味はなかったのだが、彼女が自分と同年代ということを知って親近感が湧いたのか、メディアで見かけるたびに少し気になっていた。歌って踊るだけのアイドル業にとどまらず、役者の勉強やボランティアなどさまざまなことに挑戦する彼女を見て、僕が毎日彼女の公式サイトをチェックするファンになるまでそう時間はかからなかった。公式サイトのトップに飾られているこの美咲の写真は僕の一番のお気に入りだ。雲一つない青空のもと、サラサラの髪をなびかせこちらを振り返り、キラキラと生命力に満ちた大きな瞳を輝かせている。小さく弧を描いた口からちらりと刃を覗かせた笑顔が最高に可愛い。はあ、今日も更新はなしか。今日はもしかしてと思ったが、公式サイト内にある彼女のブログの最新記事が前回と変わっていないことに僕は少し落胆した。以前は毎日更新していた彼女のブログの更新ペースが明らかに落ちているのだ。ソロデビューして生活環境も変わり、きっと彼女もいろいろと忙しいのだろう。気を取り直して僕は美咲をプリントアウトするべくプリンターの印刷ボタンを押した。高価な写真集にも劣らない美麗な品質のプリントを部屋のどこに飾ろうかと頬を緩めながら、プリンターの廃止トレイから滑り落ちてきた印刷用紙を手に取る。しかし僕の期待をよそに、プリントアウトされた美咲の顔を見て僕は愕然とした。なんだよこれ、あれ、なんかあざができてるね。ほんのりと蒸気した彼女の可愛らしい頬に赤紫のインクがべったりとついている。プリンターの高品質が仇となり、それはリアルな青あざのように見えた。お気に入りのアイドルの写真で初めてのミスプリントをしてしまうとは。2度3度とプリントを試みるも、出てくる結果は見事に全て同じだった。プリンターのカバーを開けて内部の掃除をしてみたのだが、岬の方に落ちる赤紫のインクは一向に消えてくれない。どこか部品が壊れてしまったのだろうか。顔に大きな青あざをつけて無邪気に僕に微笑む彼女を、これ以上見るのは忍びなく、その夜は諦めて寝ることにした。これ現実に美咲ちゃんが怪我してるってことなんですかね。それからというもの、白いプリンターで印刷をすると不可思議な現象が起きるようになった。いろいろな画像で印刷を試したのだが、プリント時に赤紫のインクがつくのはどうやら美咲の写真だけのようなのだ。おまけに美咲の写真につくインクのシミは、青黒いインクが目の周囲を覆ったり、赤いインクが口元について口の端が切れたように見えたりと、日に日にひどくなっている。これはね、現在の状況を克明に印刷してくれるプリンターなのかな、それともプリントするごとにその子のね命が削られるのか、どっちなんだろうね。今日も何の更新もなかった美咲の公式サイトをぼーっと眺めていると、僕はだんだんこの白いプリンターに対して腹が立ってきた。本当に欲しいアイドルの写真だけが綺麗にプリントできないなんて、
なんだかプリンターにバカにされている気分だ。しかし、いかにミスプリントとはいえ、大好きな彼女の写真を破ることも捨てることもできない僕は、少し罪悪感を覚えながらも、彼女をプリントした印刷用紙が入った封筒をデスクの引き出しの奥深くへとしまった。これ、印刷したものは変化しないのかな？数日後、七島美咲に捜索願いが出ていると、テレビのニュースが報じた。テレビの画面には、ジュニア時代から美咲を育ててきたという初老の事務所社長が、沈痛な面持ちで記者会見を開いている。美咲のブログの更新がストップしてから何週間も経っており、ファンの間では美咲が行方不明だと噂されてはいたが、水面下で密かに芸能活動をしてファンを驚かせようとしているのだろうと軽く考えていた僕の心に衝撃が走った。同時に嫌な予感が脳裏を過ぎる。白いプリンターが印刷したあざだらけの美咲の姿。僕は何かに誘われるようにパソコンの前に座り、お気に入りの美咲の画像を用意すると、あれ以来使わなくなっていた白いプリンターを起動させていた。が出力した信じられない画像に、僕は恐怖のあまり情けない声とともにその場から飛び去った。早金を打つように高鳴る心臓のまま、恐る恐る印刷用紙を手に取る。やはり僕の見間違いではない。白いプリンターからは僕が指定したものとは全く違う画像がプリントされたのだ。助けられないかな。背筋に冷たいものが走る。震えが収まらない手で印刷用紙をつまみ、プリントアウトされた写真を凝視する。薄暗い寝室のような部屋、天井から吊るされた重厚な鎖に両手を縛られ、頭をうなだれる下着姿の女性。激しい暴行を受けたと思われる体には、痛々しい青ざや傷跡が至るところにできている。顔は暗くてよく見えないが、力なく開かれた口からチラリと覗くのは見慣れた白い刃。美咲。衰弱して顔はボクサーのように腫れ上がっていても、彼女の笑顔を完璧に記憶している僕が見間違えるはずはない。この女性は七島美咲だ。生きているのか死んでいるのかすら判別できない彼女の悲痛な姿を見て、いつしか僕の目からは涙が溢れていた。なんとかならないか？なんか写真から手がかりないですかね？コーヒーを一杯飲んで、なんとか気持ちを落ち着かせた僕は、改めて先ほどの印刷用紙を手に取った。ショックのあまり、ずっと写真の中の彼女だけに目を奪われていたが、彼女の周囲の状況を改めてよく観察してみることにした。場所は、洋室の寝室のようだ。画面端に映るのは、金の額縁で飾られた油絵。そんな中、僕は美咲の後ろで何かがぼんやりと緑色の光を放っていることに気づいた。デジタル時計だ。目覚まし用に枕元に置いてあるのだろう。普通の家庭用プリンターではこんな小さな数字は潰れて読み取れないところだが、この白いプリンターはその優秀な性能で、デジタル時計が示す日付と時間をはっきりと僕に示していた。おい、嘘だろ。こんなことって。日付と時間は印刷用紙のヘッダーに記された時刻と一致。つまり僕がプリントアウトを実行したタイミングと同じということになる。美咲はソロデビューを機に髪を初めて茶色に染めたから、ここに映し出されたのは今年の彼女だ。信じられない気持ちと認めたくない気持ちが僕の頭の中でぐるぐると渦を巻く。まさかこの白いプリンターは現在の美咲の姿をプリントアウトしたというのか。しばらく考えた後、意を決して僕は立ち上がると、机の奥底にしまっておいた封筒の中身を取り出した。白い肌を汚すインクが日前に増えた美咲の写真を震える手でテーブルの上に並べていく。もう二度と見ることはないと固く心に決めていたのに、捨ててなかったんですね。最後に印刷した美咲の水着写真を選び、先ほどプリントアウトされた痛ましい姿の美咲と見比べる。何度もひどくぶたれたような頬にも
激しい殴打で内臓にまでダメージを受けているであろう横っ腹にもインクと青あざは同じ形、同じ場所に現れていた。僕は今まで印刷した美咲の写真を、あー、ここで選択肢なんですね。これは重要すぎる。燃やしたらでも本人も燃えてしまわないか。どうなんだろう。警察に届けるところから行きましょうかね。はい、どこから印刷したかをね問われるのはちょっと怖いけれども、これはねお知らせしなければっていう気持ちの方がね強かったので、警察に届けましょう。警察に届けることにした。警察は失踪した美咲を見つけるため、どんな小さな情報でも欲しいと呼びかけていた。この写真が美咲の発見につながることを心から願って、僕は自分の身に起こった出来事をありのまま伝えるだけだ。僕は美咲が写った印刷用紙を入れた封筒を大事に抱え、マンションを飛び出すと、そのまま近所の警察署へ向かった。悪質ないたずらだと思われるかもしれないが、それでも今の僕が彼女のためにできるのはこれだけのような気がした。どうなる？3日後、美咲が所属するタレント事務所の社長が暴行、監禁、殺人の容疑で、殺人？ちょっと待って、死んだ？の容疑で逮捕されたという速報が入った。それと同時に事務所社長宅の地下室からは衰弱した美咲と、庭からは数ヶ月前から行方不明となっていたカメラマンの遺体が発見された。あ、そういうこと？あ、写真あったね。捜査の決め手は、僕が持ち込んだ美咲の写真を見た関係者の壁にかけられた油絵に見覚えがあるという証言だったらしい。あの油絵は事務所社長が画家である関係者本人に描かせたものだったそうだ。警察からはこの写真をどこで入手したのかと散々聞かれたが、パソコンの中にはそんな画像のデータはないし、彼女の写真をプリントアウトしようとしたらプリンターからその写真が出てきたというほかなかった。そして事務所社長が今回の犯行に及んだ動機だが、アイドルは恋愛禁止という日本のアイドル業界の暗黙のルールを美咲が破ってしまったからだとか。それにしてもひどいよね。美咲と青年カメラマンが密かに交際していたことが事務所社長にバレ、真剣に青年カメラマンとの将来を考えていた美咲は潔くアイドルを引退すると言い始め、逆上した社長は美咲に対し日常的に暴力を振るうようになったという。それを知った青年カメラマンは社長を止めようとしたのだが、激しい揉み合いの末、事務所社長が青年カメラマンを鈍器で殴り殺してしまった。そして社長は自分の犯行に感づいた美咲の口を封じるため自宅に監禁したのだ。世間を騒然とさせた七島美咲監禁事件に関する連日のトップニュースもようやく落ち着いた頃、僕は事件の有力情報提供者として美咲本人に面会できる機会に恵まれた。まだ心の傷が癒えず、その表情には暗い影を残しながらも、病院のベッドで弱々しく僕に微笑みかける彼女はそれでも可憐で美しかった。本物の美咲に会える絶好の機会だというのに、情けないことに緊張のあまり僕は彼女との会話の内容をほとんど覚えていない。ただ僕が公式サイトのトップにある君の写真が一番好きだと興奮気味に伝えると、あれは恋人が撮ってくれた写真で私も一番のお気に入りなんですとつぶやいた少し寂しげな彼女のあの微笑みだけは、チクリとした胸の痛みとともに今でも覚えている。モデルをあんな幸せそうな笑顔にできるカメラマンにかなうわけないよなあ。そうだろ。僕は大きなため息をつき、部屋の隅に置かれた白いプリンターに声をかける。正直に言うと、美咲に会えると聞いて僕はもしかしたらこれをきっかけに男女の仲になれるかもなんて淡い期待を抱いていたのだ。あんな幸せそうな笑顔は誰かに恋をしている女の子にしかできない。今回は潔く負けを認めよう。ファンとしては少々複雑な気分だが、恋愛禁止のアイドルがラブソングを歌っているというのもよくよく考えるとおかしな話だ。
そして白いプリンターは監禁された姿の美咲をプリントアウトしたのを最後に全く動かなくなり、ただの四角い置物になってしまった。おまけに不思議なことに、僕が警察に預けた美咲の写真はいつの間にかインクが消えて全て白紙になっていたのだという。僕は今まで幽霊や心霊現象の類を信じてはいなかったのだが、あの青技のようにインクがついたミスプリントは事務所社長に暴力を振らわれていた当時のリアルタイムな彼女の姿で、白いプリンターは七島美咲の身の危険を伝えようとしたのではと思うことがある。そういえば美咲の恋人だった青年カメラマンが愛用していたプロ用の高性能プリンターも白色だったそうだ。果たしてこれは偶然だろうか。開け放たれた手窓から頬を撫でる初夏の夜風に混じり、壁際の白いプリンターから短い起動音が聞こえた気がした。何が印刷されただろうね。あー、なるほど。最初に戻ってきてね、その笑顔の美咲ちゃんの印刷が出てきたところで終わりなんですね。センス素晴らしいセンスですね、これ。いや、余韻が素晴らしいですね、これね。はい、ってことはもう一個はバッドエンドなのかなと思うんですけれども、どうしようかな、自分で回収するか悩むんですけれど、これは。はい、選択肢まで戻ってきました。まあ警察に届けたらグッドエンドってことは、燃やすことにしたらバッドエンドなんでしょうね。いや、美咲ちゃんがね、亡くなってしまうとちょっと大変だなと思うんですけれども、どうでしょうね。ね、映ったものに何かしら実害はあるのか、燃やすことにしましょう。燃やすことにした。非科学的なことは断じて認めず、生きてきた僕の精神はすでに限界を迎えていた。白いプリンターで起こった不可思議な現象はきっとコンピュータウイルスの一種だ。趣味の悪いどこかのハッカーがプリンターで美少女をプリントしようとすると、青座や血がつくように仕掛けて喜んでいるのだ。プリンター本体にもアイドルのコラージュを専門とする怪しい URL から画像を読み込むウイルスなどが仕込まれているのかもしれない。すごい、すごいですね。なんかいきなりなんか科学的になったね怪現象は全てウイルスの仕業で説明できることに気づき、この白いプリンターを怖がっていた自分がバカバカしく思えてきた。少し美咲には悪い気もするが、こんなものはさっさと燃やして捨ててしまおう。僕は台所に立ち、コンロに火をつけると、先ほどプリントアウトした偽物の監禁写真に火をつけた。髪が焦げる匂いとともに、周囲の緑を赤く燃やしながら大きくなっていく黒い焦げが写真の岬へ向かってどんどん広がっていく。これ家が火事になるのかな。数分と経たず、悪趣味なプリントはあっけなく灰になった。あー、すっきりした。この調子で他の岬の写真も燃やしていこう。そう思いながら、テーブルの上に置かれた青技の岬たちへと手を伸ばした僕の背後から、聞き覚えのある冷たい機械音が部屋中に響いた。プリンターが勝手に動いている。突然の出来事に頭が真っ白になった僕は、後ろを振り返ることができないまま音が鳴り止むのを待った。いや、プリンターの音だけではない。足元から立ち上ってきた白い煙とともに、髪を燃やした時とは違う生肉が激しく焼け焦げた匂いがこの部屋中に広がり始めていることに僕は気づいてしまった。そして人の気配。なんかすごい、すごい音がする。人間の言葉になっていない、うめき声。不規則に動く、粘着質の音。何かを燃やしながら、ずるり、ずるりと足を引きずるような音が、ゆっくりと僕に近づいてくるのを感じる。背中が熱い。ふいに僕の肩に、炎の中で燃え盛る炭火のような熱が降る。僕はとっさに、後ろを向いた。おー、大変。これでもね、美咲ちゃんはでもこんなことしないと思うからね。美咲ちゃんに乗り移ったね、カメラマンでしょうかね。なんで助けてくれねえんだよっていう。まだらに生焼けた部分を残す何かと目が。硬直する僕は自らの肉を焦がし、立ち上る何かの白煙を至近距離から浴びながら、
どこか夢を見ているような頭の中では、そのあまりのリアルさゆえに本物を使ったと噂された戦争映画の焼死体をやけに鮮明に思い出していた。そして僕の瞳に映る何かの顔は次第に大きくなり、僕が最後に見たのは焼きただれて原型をとどめない顔の中でひときわ白く目立つむき出しの八重歯だった。おー、バッドエンドだと最後にこんなにまがまがしい感じのあれなんですね、オープニング絵になるんですね。いやー、なんで助けてくれなかったんだいっていうね。なんかもうプリンターのその出てきてる紙がベロのように見える。いや、これすごいな。この初めに戻ってきた時にこの絵になるっていう演出が凄まじくセンスが良い。はい。2018年のね、ゲームだったんですけれども、エンディング2種類ということでね、グッドエンド、バッドエンド、どちらも回収していきましたとさ。はい。2018年、夢見の4枚さんの作品ですかね。今のベルゲームコレクションでね、ご本人のね、お名前は夢見氏あさきさんになってるんですけれども、はい。白いプリンター。ちょっと気になったのでね、やらせていただきましたが、すごくセンスのある。いやー、またね、両芸にね、巡り合えて、私はとても幸せでございます。もうこんなにまがまがしい画面だけれども。でもプリンターからね、不思議な紙が出てきたりとか、ファックスから謎のものがプリントをされたりとかはね、結構ね、古典であるあるのね、ホラー要素ですけど、やっぱりね、見てみると何回でもね、怖い思いを味わえますね、やっぱりね。はい。とても楽しいゲームをありがとうございました。この白いプリンター、2018年当時にね、ティラのゲームフェイスで佳作をね、受賞されたということでね、その記念作品でもう一本特別編がね、リリースされているようなので、気になった方はぜひぜひそちらの特別編もプレイしてみると、ね、またこのセンスのいい世界に引き込まれるのじゃないかなと思っております。いやー、楽しかった。というわけで、白いプリンターがまがまがしい感じになっておりますが、この状態で終わっていこうかなと思います。今回もホラーノベル楽しんでいただけましたでしょうか？ちょっとでも楽しめたよっていう方は、ぜひぜひグッドボタン、あるいはチャンネル登録よろしくお願いします。では、また他のゲームでお会いいたしましょう。また次もおこさかと遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか？もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。